テレビアニメ鬼滅の刃遊郭編ももうすぐ完結となってしまいます。もっとずっと見ていたい。毎週日曜日が楽しみで、日曜日まで待ち遠しくて、放送が始まったら一瞬で終わってしまう。そいで興奮して寝れない。わかるでしょ。テレビの視聴率も話題になっています。深夜帯で 9% とか 8% ということで、これが結構すごいことなんだとか。僕はよくわかりませんが、今はサブスクもあるから議論が難しそう。いやもうそんなことはどうでもいいんです。好きな人が見ていればいいのです。ってことで、今回の記事は遊郭編かまぼこ隊の最強は誰かについてです。遊郭編では無限列車編での悔しさを晴らすようにかまぼこ隊が大活躍。アニメ9話では3人の貴重な共闘を見ることができました。炭治郎、善逸、伊之助、それぞれに特性があり、一概に比較することはできない。でもまあやってみましょう。今回は3人が戦ったらどうなるのか、そこを比較してみます。鬼に対しての強さの比較はまた今度やります。遊郭編の段階での成長具合、覚醒段階も考えるとこれまた面白い。皆さんは3人の強さについてどう考えますか？コメント欄で語ってみてください。いつものようにいいねと共有ボタンからのリンクコピー、チャンネル登録と通知のオン、コメントはあだけでもいいのでよろしくお願いします。あの次はいで続けてください。よろしくお願いします。では参ろう。鬼滅の刃かまぼこ隊。たまにどうしてかまぼこ隊というの？という質問を受けるので少しだけ説明します。これは伊之助が炭治郎のことをかまぼこ権八郎と呼び間違えたことが由来となります。正直意味がわかりません。かまぼこ隊は炭治郎、善逸、伊之助の3人の場合もありますが、禰豆子を加えた4人の場合もあります。結構アバウトです。今回は鬼の禰豆子を除いた3人で比較をしてみます。鬼滅の刃竈門炭治郎。一部ではかまぼこ隊の長男と言われている炭治郎。炭治郎の遊郭編での強さ、通常時と覚醒時に分けて考えてみましょう。通常時は水の呼吸と火の神神楽が使えます。さらにこの2つを混ぜた通称お湯の呼吸も使うことができます。水の呼吸は炭治郎の体に合っておらず、攻撃力がいまいちで刃こぼれを起こしやすい。火の神神楽も体に合っているとは言えず、攻撃力は桁外れだけど長くは使えない。その間を取ったお湯の呼吸は水の呼吸よりも攻撃力が上がり、火の神神楽よりも長く使える。刃こぼれも起こしにくい様子と、こんな感じで炭治郎は3つの呼吸を使うことができます。雑魚相手なら水の呼吸で対応、強敵を相手に一気に決着をつけたい場合は火の神神楽、強敵を相手に長く戦いたい場合はお湯の呼吸で戦う。思ったのですが、全部の呼吸を極めたらどうなるんだ、混ぜ放題か。そんでもって遊郭編での炭治郎の覚醒はより一スーパーモードとあざ発言。正直この状態はかまぼこ隊最強と言わざるを得ない。覚醒状態なら炭治郎が一番強者となりそう。ただし覚醒には条件があるのと、通常時の火の神神楽にも時間制限がある。この辺りをどう考慮するか。鬼滅の刃吾妻善逸。善逸はかまぼこ隊で次男と呼ばれています。ただ実年齢では最年長の善逸。この最年長感が遊郭編では少し見えました。伊之助が妲己の首を早く切らなければと焦っている時、善逸は伊之助を落ち着かせるように声をかけていました。また天元が倒れているのを見た絶望する炭治郎を体を張ってかばうシーンがあったりと、最年長らしい行動が目立っています。こう見ると善逸の見え方も少し違った見え方になります。ただこれが寝てるんですよね。寝てるのです。ワニ先生もこの辺りから思ったのでしょう。寝てる設定もきつくね。まあでもこの先はあんなことになりますし。とそれは置いといて、善逸は雷の呼吸を使います。遊郭編の段階では一の方霹靂一閃しか使えません。ただ霹靂一閃にもバリエーションがあります。まず霹靂一閃を連続して出す連撃、遊郭編では8連までコンボをつなげました。そして霹靂一閃神速、通常の霹靂一閃の速さをさらに極めた技、それが神速です。速度が増すことにより
切断力も増します。ただ、神速の使用は2度まで、1度の戦闘で2度しか使えません。2度目の使用後は足が変形し、重度の骨折を起こしてしまいます。この技は最後の切り札、2回の神速で敵を倒せなければ、確実に善逸は負けてしまいます。ただ、裏を取れば最強の先手必勝技。神速ほどのスピードになると、ほとんどの敵は対処できないと思います。一撃で終わらせることができれば、善逸は最強です。いやあ、面白くなってきましたね。善逸の通常時は、遊郭編の段階では全く戦うことすらできないでしょう。寝てからが本番。そう考えると、せっかくの先手必勝技である神速も、生かすことができない。なるほど。鬼滅の刃、橋平伊之助。伊之助くんも面白い。伊之助はかまぼこ隊の三男。我流で全集中の呼吸を覚えた天才。二刀流ということで、いろんな戦い方ができますが、刀はギザギザ。ただこれが、鬼の首を切るときには重宝する場面がありました。伊之助には覚醒というものがありません。あるとすればテンション。感情の高ぶりによって、伊之助の強さは増します。また、伊之助には最強のパッシブスキルがあります。触覚を使った危機回避能力です。ギリギリのところで致命傷を回避できるため、捨て身のカウンターも打てる。普通の人間と野生で育った人間とでは、感覚そのものが違います。勝利への貪欲さも、人並み以上の伊之助です。二刀流のギザギザな刀は、一刀流の大使からすると戦いにくい相手。一つの刀で、二つの刀の攻撃を裁くのは困難です。ただ二刀流は、刀に込める握力は分散されます。そのため一撃必殺は難しい。とはいえ、人間なら少しの傷でも痛手となります。細かく切られてしまうと、出血多量により倒れてしまいます。この刀で首を狙われたら、マジで痛そう。人思いに切ってくれってなる。というわけで、三人の強さを深く知ることができました。ここからは、いよいよ三人を順位付けしていきたいと思います。皆さんの意見もコメント欄で聞かせてくださいね。かまぼこ隊最強は誰か？これは難しいぞ。まず、通常時なのか覚醒時なのか、どこで比較するかで決まります。通常時なら日の神神楽の炭治郎が1位、伊之助が2位、善逸が3位。日の神神楽を一定時間耐えることができれば、伊之助が1位になれるかも。2つの呼吸を使えて、呼吸を混ぜ合わせることができる技量も考えると、やはり炭治郎の方が1枚上手でしょうか。伊之助の触覚が、日の神神楽にどこまで対応できるかが見ものです。善逸に関しては、通常時はまるでダメなので、そもそも比較対象にすらなりません。炭治郎と伊之助の頂上決戦となるでしょう。では、覚醒時はどうでしょうか。ここは炭治郎と善逸の頂上決戦になる。伊之助には覚醒段階がないため、二人よりもやや劣勢です。覚醒した段階からバトルがスタートなら、善逸はかなり有利です。神速により炭治郎を切ってしまえば、そこで勝負は決まります。いやでも、より一スーパーモードの場合、打機の帯の攻撃をあれだけしのいでいたため、善逸の神速も防いでしまえるのではないか。そうも考えられます。神速を一発防がれてしまうと、善逸には後がありません。もう一発外せば善逸は動けなくなります。かといって、善逸に炭治郎の覚醒モードを、時間稼ぎできる能力はないでしょう。善逸は一撃必殺はありますが、防御力はそこまでです。そう考えると、覚醒時では総合力で炭治郎が1位、善逸が2位、伊之助が3位。これは、伊之助が善逸の神速を防げないという前提です。触覚で2度防ぐことができれば、それはいくら伊之助でも難しいか。人間はどこを切られても致命傷になる確率が高い。居合で切り抜かれたら、そこで試合終了です。というわけで、通常時は上から炭治郎、伊之助、善逸。覚醒時は上から炭治郎、善逸、伊之助。総合1位は炭治郎。次いで同率で善逸と伊之助。こんな感じでしょうか。遊郭編の段階では、やはり炭治郎が抜きん出ている印象です。スピードなら善逸が1位であったり、いろいろな視点から見ることもできます。僕の中ではこのような順位付けになりました。皆さんの意見もコメント欄で聞かせてください。まとめ的なもの。強さの比較という答えのないものを追い求める。とても無駄な時間ですが、これが楽しい。
今度はかまぼこ隊の鬼に対する強さの比較もやってみたい。他にもいろいろ考察というか、考えてみたいことがあって、例えば九太郎が熊ではなく、刀を持ってたら最強だったとか、でも侍に恨みがあるから、死んでも刀は使わなかっただろうとか、かまぼこ隊は親の遺伝子を継いでいるから、それが色濃く出ていたりとか、姫島行明が遊郭編に来ていたらとか、禰豆子は兄に甘えない、滝は甘える、その対比の構図、まだまだあります。皆さんも、面白い考察というか妄想というか、なんかあればコメントしてください。あ、でも、でもいいので、コメントしてください。もしも、あ、というコメントがあったら、その下に、い、から続けてください。というわけで、今回の記事は以上となります。そろそろバレンタイン、鬼滅チョコとかおしゃれなものを作る人も多そう。それではまた。